チャオこんにちは。今日は鶏肉との、まあ、ローズマリー風味のスパゲッティを作ります。でスパゲッティというかね、今日のはあのキタンダっていうね、四角いパスタなんですよ。断面がこれ分かりますかね。ちょっと特殊なあの製法で作られた四角い断面のパスタ。ただ茹でるとですね、これ丸くなるんですが、この四角いところの歯触りだけは残るんですね。ちょっとそういう面白いパスタで作りたいと思います。では材料はこちらです。まあ鶏肉はね、今これハーブに漬け込んだんですよ。これマリネードって言うんだけど、オリーブオイル、塩コショウして、ローズマリーありますよね。これでもう今3時間ぐらい漬けてありますかね。から玉ねぎ、赤玉ねぎ、とても美味しいです、甘くて。あとはエリンギですね。これで作っていきます。まず皮の面から焼いていきますね。これもも肉は皮がついてるんで、これをこんがり焼くところが結構ポイントかな。もうね、ローズマリーのいい香りがしますよ。でこうやって焦げ目がちょっとつくぐらいまで徹底的に炒めちゃうっていうね、今のかな。でここに、まあ、ちょっと裏返しますけども、ニンニクパウダー忘れてた、小さじ1杯入れます。でちょっと強火にして、今度白ワインで少しフランベしようかな。傾けてランブしますね。酸味も飛ばした方が美味しいです。一回鶏肉揚げますね。今度は玉ねぎとキノコを炒めます。だいぶ炒まったから鶏肉をもう戻します。で一緒に炒めるんだけど、鶏のブロードをこう V4 ですね、これは少しまた煮詰めます。
今日は鶏肉オンパレードだねこれ。すげえな、食えんのかな。では今作ったローズマリー風味のキタンラ食べてみたいと思います。今日はね、鶏だよ。ブロードいっぱい入れちゃったし。ではいただきます。うん、おいしい。最後ね、鶏のブロードを入れたんですよね。 300cc ぐらいかな、まあ、250か、まあ、それで煮詰めたのでだいぶ味が鶏に染み込んだ感じでいいと思いますよ。ちょっとやっぱりブロード入れないと鶏肉は淡白な感じなんで味が薄いって感じるかもしれない。だからちょっとブロードを足して煮詰めるのをおすすめします。昔トスカーナでの山奥でね、レモンじゃなくてオレンジをかけたことがあるんですよね。オレンジとチキンのパスタっていうのを食ったことあって、それをさっき思い出したんですよ。それで今急遽オレンジないからレモンで食べてみますね。これは多分合うだろう。やばい、これはうまいわ。ごちそうさまでした。まあブロードってさっき言っちゃったんですけど、ブロードって鶏のガラとか煮込んだあのスープですよね、まあ、ラーメンでも必ずそれ使いますけど、まあそういうちょっと濃いめの鶏のエキスみたいなものをちょっと加えてあげると良かったと思いました。ということで今日は、鶏肉を使ったローズマリー風味のキタンラというパスタを紹介しました。では今日はこの辺で、また次の動画でお目にかかりましょう。ではでは、チャオチャオチャオ、またね。